前方の敵は私に任せて。久しぶりだね、おじさん。もうすぐ今回の回収が始まるよ。そうだな。
こんなものと生涯を。ん？ああ、また他人行儀な呼び方をして。どうかした？ううん、なんでもないよ。その、家のものが…まさに、ちょうどいい。彼はいろいろ知ってるからね。やれやれ、さすが機械を見極めるのが得意なあんただ。とんでもない。先生がいてくださるから生計を立てられるんですよ。から私は悪徳仲介人じゃありません。彼らから聞いてるよ。老朽はね、衣食と野外の怪物以外、特にそのせいで回収の時になるといつも。だから。何でもない。ただ私の家の近くにも似たようなマークを使ってる店があるんだ。ただの偶然かな。そうなんだ。さあ来たよ。もう待ちきれないの？もうすぐ怖くなくなるからね。変わったところは特になさそうだけど。そう焦らないで。ナミぐるっと回ってにゃんこの目。今日は何か面白いことあるかな。今日は何か面白いことあるかな。最短ルートを計画した方がいいかもね。行こう。この近くに待ち伏せに適した場所はある？何か面白いことあるかな。今日は何か面白いことあるかな。
今日は何か面白いことあるかな。今日は何か面白いことあるかな。ニュースをお送りします。シカゴの音源物質抽出装置の新型開発。今日は何か面白いことあるかな。いろんな世界から、いろんな世界へと共に。みんなついてきて。近くに崩壊エネルギー反応があるから気をつけて。本当に。